カープ、この回の攻撃はゼロで終わっています。5回の裏、2点を追いかけますライオンズの攻撃。この回の先頭バッターは細川。チェンジアップ決まってストライク。変化球ストライク、アウトコースへ。ツーナッシング、低めカットボール外れても、アウトコース高め、空振り三振、2者連続三振になりました。これでワンアウト、ランナーはありません。先ほどタイムリーを放っている平尾、真ん中にストライク、ワンナッシング、直球外れました。インコースの変化球ストライク、ツーエンドワン、低め際どい球、ボン、ツーツー、平行カウント。ライオンズここまで5安打、空振り三振、三者連続三振になりました。打順は1番に帰って佐藤、今日は三振とセカンドゴロ、カットボールに送ってストライク、ワンストライクノーボールです。お、カットボール外れました。胸元際どいところ、低い球打ちました。二遊間抜かれた、センター前ヒット、佐藤今日初めてのヒットになりました。今日ヒットを放っている赤田、直球もまずは低め、ワンボール。ライオンズここまで6安打、打った、これはいい当たりだ、ファーストよくアウト、スリーアウトです。一塁ランナー佐藤残塁に終わりました。5回の裏が終わって4対2カープ、2点リードは変わりません。ゲームは後半に入ります。今日2本のヒットを放っている尾形、ストレート空振り、ワンストライクノーボールです。内角チェンジアップ外れてボール、高めギリギリいっぱい、ストライク、バッター追い込まれました。インコース空振り三振、これでワンアウト、ランナーはありません。そして左バッターボックスには東出、これが4打席目になります。初球流し打ち、これはヒットになります。さあワンアウトからのランナーが出ました。ワンアウトランナー一塁に変わります。ここまで2安打の島、スライダー打った、ヒット、一塁ランナー二塁を蹴って三塁へ、セカンド送球、ランナー送球の間にホームへ向かう、島ツーベースヒットを放ちました。カープさらに1点追加、島タイムリーヒット。ここでタイムがかかります。ここはピッチャー交代でしょうか。西口降板、長田今日2人目のピッチャーとして登板です。ワンアウトランナー二塁に変わります。さあ追加点のチャンスでバッターダロッカ、カープ追加点のチャンスを迎えています。第2球目はボール、チェンジアップを使ってきました、ヒット、二塁ランナー三塁回ってホームへ、ダロッカ初安打、カープさらに1点追加、ダロッカライト前へのタイムリー、初球流し打ち、サード左抜けた、レフト線ヒットになった、一塁ランナー二塁を回った、三塁送る、三塁セーフ、前田レフト線ツーベースを放ちました。内野は前進守備、第2球目はボール、高めわずかに浮いたボール、外角高めストレート外れてボール、一球外してボール、打ちました、ファウル、打った、赤田前に出る、これもヒットになる、森笠これで今日3打点、ワンアウトランナー一塁三塁に変わります。さあ追加点のチャンスにバッター奈良井、今日はヒットが1本、ランナー走った、投球ストライク、キャッチャー二塁送球間に合った、タッチはアウト、盗塁失敗、ストレート空振り三振、新井三球三振。6回の表が終わって7対2カープ、この回3点を加えています。ここでタイムです。ここはピッチャーを変えてくるんでしょうか。ロマノマウンドを降りまして澤崎、今日3番手としてマウンドに上がります。ライオンズこの回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは3番フェルナンデス、今日は三振とセカンドゴロ、打ちました、島前進取りました、これでワンアウト、4番
バッターは4番カブレラ。この試合3回目のアットバット。ここは内野陣が深めの守備位置に変わっています。ヒットになります。カブレラ今日初めてのヒットを放ちました。ワンアウトランナー1塁に変わります。バッターは5番和田。今日はセカンドフライと三振取りました。1塁へ、1塁セーフ。左バッターボックスは貝塚。今日3打席目。ライオンズここまで7安打。真ん中高め直球ストライク。ストレートを低め打った。センター前進ヒット。2アウトランナー1塁2塁となって続くバッターは中島。初球打ってきた。セカンド横飛び、あと抜けた。センター前にボールが振られている。二塁ランナーそのままホームへ向かう。二塁はセーフ。ライオンズ1点返しました。中島タイムリーヒット。ライオンズここまで9安打。初球すっと抜けました。完全なボール球。膝元ストレート決まってストライク。真ん中ストライク。ストレートでグイグイ押してきます。フォーク打った。これはヒットになります。二塁ランナー今ホームイン。細川レフト線へのタイムリーヒット。バッターは9番平尾。この試合3回目のアットバット。ライオンズここまで10安打。スライダーはストライク。ワンストライクノーボールです。あっとスライダーすっぽ抜けた。顔の前を通過。スライダーストライク。ボールカウント全部は流し打ち。ヒット。平尾タイムリーヒットセーフ。ライオンズさらに1点を返しました。ここでタイムを取りました。ここはピッチャーを変えてくるようです。沢崎降板、梅津ホームランで逆転のピンチで登板です。ツーアウトランナー1塁となって続くバッターは佐藤。ここまで1安打。スライダー決まってストライク。高め判定はボール。3球目空振り。ボールカウント全部は低めわずかに外れてボール。2ストライク2ボールです。打ちました。ヒット。ライオンズ5者連続ヒット。さあ2アウトランナー1塁2塁とチャンスを広げました。いきなりセーフティーバット。アウト。3アウトになりました。中盤終わって7対6ライオンズ1点差まで詰め寄りました。いよいよ終盤戦に突入します。この回のトップバッターは木村。直球をまずは低め。直球ストライク。高め。ワンストライクワンボール。まっすぐ決まったストライク。ストレートで押してきます。直球外れました。木村よく見ています。直球打った。ピッチャー抜けた。センター前ヒット。さあノーアウトのランナーが出ました。ここでタイムがかかります。ここはピッチャーが変わるようです。長田マウンドを降りまして、青木今日3人目のピッチャーとして登板です。ここまで2安打の木村。打った佐藤前進クリーンヒット。木村2塁です。さあノーアウトランナー1塁2塁とチャンスを広げました。初球まっすぐ空振り。ワンナシンバントしました。ボールを取った。記録はヒットになりました。ここまで2安打の東出。カープ追加点のチャンスを迎えています。ライオンズバックホーム体制です。ストレート決まってツーナッシング。軽く追い込んでまいりました。打った。ピッチャーの左ゲッツーコースだ。ピッチャー抜けた。センター前ヒット。二塁ランナー3塁蹴ってホームへ。東出センターへのタイムリー。今日3安打猛打賞の島。一気に蹴りをつけたいところ。1球目ストレート空振り。痛烈な当たり。フェンス直撃。これもヒットになります。二塁ランナーホームイン。カープさらに1点追加。島これで今日2打点。サードだろうか。直球決まってストライク。真ん中低め変化球ストライク。さあ追い込まれました。外角低め打った。サード左横抜けていった。レフト線ヒット。三塁ランナーホームイン。ビッグイニングになった。カープ打線爆発。ここでタイムです。どうやらピッチャー交代を告げるようです。
青木結局一つのアウトも取れずにマウンドを降りまして、森今日4番手としてマウンドに上がります。今日2本のヒットを放っている前田、打ちました。あっとバットが折れた。掴みました。ワンアウト。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。今日3本のヒットを放っている森笠、初球打ち流した、ショートのグッドビー、あっと取れない、レフトがヒット。森笠今日これで5打数の4安打。ワンアウトランナー一塁二塁に変わります。今日ヒットを放っている新井、打ちました。セカンド取った、掴んで二塁アウト、一塁もアウト、ダブルプレイ。さあ今ライトスタンドから青いジェット風船が高々と舞い上がりました。7回の裏、ライオンズラッキーセブンの攻撃に入ります。先頭バッターは3番フェルナンデス、今日はまだヒットがありません。前田ボールを掴んでアウト、ワンアウト。バッターは4番カブレラ、今日はヒットが1本。ここは内野陣が深めの守備位置に変わっています。打ちました、いい当たり、一塁送球、一塁アウト。バッターは5番和田、ここまでヒットがありません。ここは内野陣が深めの守備位置に変わっています。打った、レフト交代、レフト手を挙げた、掴みました。最後はレフトフライに倒れました。7回の裏が終わってライオンズラッキーセブンは無得点で終わりました。これからカープの攻撃に入ります。ここまで2安打の木村、初球まっすぐ空振り、ワンナシン、打った流し打ち、一塁アウト、ワンアウトです。これでワンアウトランナーはありません。今日3安打猛打賞の木村、空振り、変化球ストライク低め、サイドへの変化球、打った、いい当たりだ、一二塁間抜けた、ライト前ヒット。さあワンアウトからのランナーが出ました。ワンアウトランナー一塁に変わります。今日3本のヒットを放っているモラタ、ピッチャー抜かれた、センター前ヒット。カープ2者連続ヒット。ワンアウトランナー一塁二塁に変わります。今日3安打猛打賞の東出、打った、セカンドがゴッドビー、あと抜かれた、ライトの前に転がった。カープ3者連続ヒット。今日4本のヒットを放っている島、直球ストライク、内角低めいっぱい、直球ワンバウンド、わずかに外れてワンエンドワン、打ちました、佐藤バック、落ちました、ヒット、島タイムリーヒット、島宇宙間深いところへのツーベースです。ここでタイムを取りました。ここはピッチャー交代でしょうか。森5番、星野今日5番手としてマウンドに上がります。ワンアウトランナー2塁に変わります。今日ヒットを放っているダロッカ、第2球目はボール、ワンエンドワン、セカンドランナーチラッと見た、ストレートはボール、ダロッカ集中しています。外際どいボール、二塁ランナーをちらっと見た、ストレートを打った、センター交代、センター見送った、ホームラン、ツーランホームラン、発球は無情にもバックスクリーンへ。バッターは5番前田、今日はヒットが2本、打った、初球打ち、ヒットになります。前田二塁も狙う、前田今日3本目のヒットを放ちました。これも初球打ち、掴んだ、2塁へ、2塁アウト、パスはどうか、セーフ、セーフ、ランナー1人を置いて迎えるバッターは新井、打った、ショート取った、1塁送る、1塁アウト。8回の表が終わってカープこの回も5点を追加しています。これからライオンズの攻撃に入ります。今日2本のヒットを放っている貝塚、初球ストレート空振り、
アウト、ワンアウト。これでワンアウトランナーはありません。ここまで2安打の中島、豪快に引っ張った、ファールボール。まっすぐ見送ってストライク。インコース引っ張った、ヒット。中島これで3安打猛打賞。ワンアウトランナー1塁に変わります。今日2本のヒットを放っている細川、行ってか、どうだ、入るか、レフト見上げた、ホームラン、ツーランホームラン、レフトスタンドへ吸い込まれていった、ファン待望のアーチ。ここまで2安打の平尾、真ん中ストライク、初球まずは入れてきました。まっすぐ決まったストライク、梅津追い込んでいます。引っ張った、ダロッカボールを掴んでアウト、ツーアウト。今日2本のヒットを放っている佐藤、直球決まってストライク、ワンストライクノーボールです。これはボール、シンカー外れてワンエンドワン、打ってこれは平凡な当たり、これは面白いところに上がっているが、これはヒットになります。佐藤今日3本目のヒットを放ちました。ここでタイムがかかります。ここはピッチャーを変えてくるんでしょうか。2列マウンドを降りましたし、佐竹今日5人目のピッチャーとして登板です。ツーアウトランナー1塁となって、続くバッターは赤田、ここまで1安打、打ちました、いい当たり、ファーストへアウト、これで3アウト。8回の裏が終わってライオンズこの回2点を返しました。さあいよいよ最終回に入ります。先頭バッターは8番木村、直球ストライク、バッター追い込まれました、ストレート打ちました、ボールを掴んだ、ファーストへ送る、一塁アウト、ワンアウトです。これでワンアウトランナーはありません。今日4本のヒットを放っている木村、打ちました、ヒット。さあワンアウトからのランナーが出ました。ワンアウトランナー1塁に変わります。ここまで4安打の尾形、スライダーはストライク、ランナースタート、打った、セカンドボールを取る、一塁アウト。今日4本のヒットを放っている東出、二塁ランナーをちらっと見た、まっすぐ決まったストライク、直球はストライク、外角高め、星野まずは簡単に追い込んでいます。ストレート空振り三振、見事なピッチング。9回の表が終わってカープこの回0点に終わっています。ライオンズこの回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは3番フェルナンデス、ここまでノーヒット、セカンド右やった、ライト前のヒットになります。フェルナンデスようやくヒットを放ちました。バッターは4番カブレラ、今日5打席目。ここは外野陣が深めの守備位置に変わっています。レフト交代、前田余裕があります、掴みました、ワンアウト。これでワンアウトランナーは1塁変わります。そして右バッターボックスには和田、これが5打席目になります。バンバンとライト追っていった、フェルナンデス3塁ですとセーフ、2塁はセーフ、ワンアウトランナー2塁3塁に変わります。ここまで2安打の貝塚、抑えた貝塚、初球打ちはセンターライナーでした、アウト、試合終了。今日のハイライトシーンです。お座席、お座席。
ヒーローは勝利投手のロマノ。今たくさんのフラッシュの中でインタビューが行われています。ご覧いただきましたようにカープ勝利という結果に終わっています。実況担当川地直樹でインボイスセーブドームからお伝えしました。